ファンファーレ・チョカルリア。テント音楽祭2017フライブルク。ドイツファンファーレ・チョカルリアは、ルーマニアのロマによる、ブラスバンド。欧米や日本では、ジプシーブラスと呼ばれ、古くは、チョチェクと呼ばれる、スタイルの音楽を演奏する。ルーマニア北西部の村ゼチェプラジニ出身。日本版のアルバムではファンファーレ・チカリア、映画、ジプシー・キャラ版ではファンファーラ・チクルリア、あと、 表記されている。また、チョクルリアとはルーマニア語で、ひばりの意味だが、バンド名は、ファンファーレ・チョカルリアである。ファンファーレ・チョカルリアは、地元の結婚式や洗礼式などで演奏する、アンサンブルとして活動していた。1996年10月、ドイツ人のサウンドエンジニアで、プロデューサーのヘンリー・エルネストが、ルーマニアのゼチェプラジニを訪れたとき、 そこにいた多くのミュージシャンたちの才能を確信し、バンドに、ファンファーレ・チョカルリアと名付けた。ファンファーレとはフランス語由来のルーマニア語で、ブラスバンドを意味し、チョカルリアは本来はルーマニア語でヒバリを意味する言葉で、19世紀後半に、バイオリニストのグリゴラ・シュディニクが演奏して、広く知られるようになったという。彼の祖父アンゲル・シュディニクが、 ファンフルートで演奏し、西洋音楽の世界に知られた最初とされ、祖父、リニクが、エッフェル塔の除幕式で演奏したのも、東欧のラウタリとされる。この時以来、ファンファーレ・チョカルリアは、世界50以上の国で1000回を超えるコンサートを、行っている。2006年、彼らは、BBC ラジオさんの、ワールドミュージック賞を受賞した。同年10月に、 バンドの中核であった4位バンチャがガンで死去。新体制のもと、アルバム、クイーンズキングスワイルドで移行を発表。ジャケットには、イオンと彼の妻の写真が使われており、彼らに捧げられたアルバムである。トルコの軍楽隊に由来すると言われているファンファーレ、チョカルリアの楽器構成は、トランペット、テノールホルーン、バリトン、チューバ、クラリネット、サクソフォーン。 バスドラム、パーカッションである。歌詞はルーマニア語のものもロマ語のものもある。彼らの音楽スタイルは、主として、伝統的なロマ音楽、ルーマニアの音楽、チョチェクに基づいたものであるが、自由に、トルコの音楽やブルガリアの音楽、セルビアの音楽、マケドニア共和国の音楽などの要素を織り交ぜたもので、ある。インド映画などからの影響もある。ブラス編成のために、 英語圏では、ジプシーブラスとも呼ばれている。ファンファーレ・チョカルリアは、そのパワフルで、躍動感のある複雑なリズム、高速にスタッカートするクラリネットや、サクソフォーン、トランペットのソロなどで特に知られており、時に、毎分200ビートを超えることもある。また、演奏には楽譜を持ちず、曲中で時に、即興で、ホルンやクラリネットを吹く。デビューアルバム、 ラジオパシュカに、特に収録曲、アーヤー・ビビは、北米のファンの心を大きく掴んだ。米国のジプシー音楽家、バルカナラマは2003年のアルバム、ノンストップで、アーヤー・ビビをカバーした。カリフォルニア州のバンド、エストラーダス・フェアも、同曲をカバーし、ライブで披露したほか、ミニアルバム、ザ・サイレント・エルク・オブ・イエスタデイにも、 A 中 u 売 by FFC の曲名で収録されている。ニューヨークのハンガリアンマーチバンドは、アスファルト単語をカバーし、アルバム、オンザ・ウォーター・フロントに収録されている。エクストラアクション・マーチング・バンドは、CD、ライブに、チョクルリア・スイートを収録している。ファンファーレ・チョカルリアはまた、ダニエル・フマンの50歳の誕生パーティーに招待され、演奏を披露している。 ファンファーレ・チョカルリアの楽曲、アスファルト単語は、英国のエレクトロダンスユニット、ベースメント・ジャックスの曲、ヘイユーに使用され、同曲は、アルバム、クレイジー・イッチ・レディオに収録された。フィギュアスケートの姉さんチェン選手の2018から2019、シーズン SP に、楽曲が、メドレーで使用されている。日本には2000年に初来日。 その時にツアーを撮影した様子が、ドキュメンタリー映画、炎のジプシーブラス地図にない村からの海外で、バンドが成功する様子として取り上げられている。その後、5回来日。NHK スタジオパークセ出演、ブラスバンド雑誌の表紙を飾る、フジロックフェスティバル出演など、大きな話題を作っている。ファンファーレ・チョカルリアは、ドイツ人のラルフ・マルシャレック監督の、 長編ドキュメンタリー映画、炎のジプシーブラス地図にない村からで取り上げられた。同映画は、ジプシー村、ゼチェプラジニーに始まり巨大なコンサート会場に立つようになるまでのメンバーたちに焦点を当てている。同映画は2003年のバルセロナとマドリードの音楽ドキュメンタリー映画フェスティバルでベストドキュメンタリー賞を受賞した。また、この映画は、 マケドニア共和国のテレビラジオ番組ゴールデン、ホイールによるスコピエのロマフェスティバルで、最優秀長編ドキュメンタリー賞を受賞した。また、ファンファーレ・チョカルリアは、トルコ人の映画監督、ファティーフ・フアクンイの映画、愛より強くでも焦点が当てられた。同映画は、ベルリンのベルリン国際映画祭で、キンクマ賞を受賞した。アスファルト単語は、 ポーランドのトーマス・バギニスキによるアニメ番組フォール・ガートの主題歌として用いられた。2006年映画ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習のバックグラウンドミュージックとしてボーン・ツー・ビー・ワイルドを演奏した。2006年制作のドキュメンタリー映画ジプシー・キャラバンに出演。 マーシア・シンピーヌ、ピエセ・フォークローリッシュ・ロマネスティーン・サーカトゥール・ミュージカル、モンディアル、ルーマニアの民族音楽が海外で評判に。2018年2月22日閲覧。シンジアナ・ボワル、ビデオ・グリーゴレ・リーズ、トリビュー・イエス、カンテム・プーチン・アイ、ビネ、ビデオ・グリーゴレ・レ・インタビューイコール歌うのは少しでよい、上手なら。2018年2月22日閲覧。 ファンファーレチョクルリアーアットアスファルト単語で、ハットガースカートライト、https コロンスラッシュスラッシュウェブ .archive.org スラッシュウェブスラッシュ20070204164349スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk 80ラジオ3ワールドムーシク a4wm2006 A4WM ファンファーレ、SHTML ウィナー2006ファンファーレチョカルリア。BBC ラジオ3、2007年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月22日閲覧。 h t t p w w w e s p a l t t a n g o d e f a シ f a r ス p r e s s c d n o w h t m l h t t p w w w f a n f a r e c i o c a r l i a c o m スラッシュルーマニアのジプシーブラスバンドファンファーレチョカルリア アスファルト単語2018年2月22日閲覧ありがとうございます。